はい、みなさんこんにちは、かっちゃんです。ブリャッカリーということで、今日はブロッコリーで栄養満点、ボリューム満点レシピということで、トロトロの卵とブロッコリーを合わせて箸が止まらぬ美味しさ、トロ玉ブロッコリーを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ブロッコリー2分の1株 200g を草と茎に切り分け、今日は茎の部分も使うので汚れている部分を切り落として火が通りやすいよう細かめに切ります。草は食べやすい大きさに小房に分けます。水 100ml に白だし大さじ1と2分の1、すりおろしにんにく小さじ1、砂糖小さじ1、片栗粉小さじ2を合わせておきます。ボウルに卵2個、マヨネーズ大さじ1を入れ、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。卵を溶きほぐしたら、フライパンにサラダ油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、溶き卵をフライパンに流し入れます。では卵がフライパンの縁から固まってくるので、縁を中央に寄せて空いた場所に溶き卵を流し入れて、半熟程度になるまで卵を加熱します。では半熟程度まで卵を加熱したら、卵をボウルに取り出し、牛豚合いびき肉 80g を入れ炒めます。ではひき肉の色が変わってきたら、ブロッコリーの茎を入れてさっと炒め合わせ、蓋をして2分蒸し焼きします。はい、では2分蒸し焼きしたら、ブロッコリーの草の部分を入れ、全体をさっと炒め合わせ、さらに1分半蒸し焼きします。はい、では1分半加熱して、茎の部分にも芯の部分にもブロッコリー火が通ったので、合わせておいた調味料を、片栗粉沈んでいるといけないのでよく混ぜて、フライパンに流し入れ、とろみがつくまで加熱します。はい、では今こんな感じで調味料にとろみがついてきたら、火を消して取り出しておいた卵をフライパンに戻します。はい、では卵を戻したら、少し粗め、ごろっと崩すと食べ応えあって美味しいので、卵を粗めに崩しつつ全体を混ぜます。では最後味薄く感じたら、塩で味整えてください。はい、では全体をよく混ぜたら完成なので、あとはお皿に盛り付けましょう。ではお皿に盛り付けたら、最後お好みで黒胡椒を散らして食べてみてください。 OK。 はい、ではこんな感じでブロッコリーと卵で栄養満点、ボリューム満点、トロ玉ブロッコリーの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はブロッコリーと卵で栄養ボリューム満点、トロ玉ブロッコリーを作ってみました。それでは本日はドアラサワーレモンで乾杯。乾杯。どえりゃうみゃ。じゃあ早速いただきましょう。今回はブロッコリープラストロットロの卵が美味しい、栄養もボリュームも満点なトロ玉ブロッコリーを作ってみました。少しね、とろみがつけたらね、このあんと卵、ブロッコリーを一緒にね食べてみてください。
じゃあいただきます。ん、ブロイ、いい味。うん、ブロッコリーは茎まで美味しく食べれて、茎の方が少し硬くて火が通るのに時間がかかるので、房と茎を切り分けて時間差をつけて加熱することで程よく全体に火が通り美味しく仕上がります。で、卵は先にフライパンで炒めて半熟状態で取り出しておくことで卵はトロトロに美味しく仕上がります。卵プラスブロッコリーにほんと少量だけひき肉を入れることでひき肉から旨味が出て美味しく仕上がります。で、調味料の部分には白だしやニンニクを入れて、ちょっと和風ペペロンチーノっぽい感じの味です。白だしで全体の味がしっかりとまとまり、そこに少しね、こうニンニクのパンチがブロッコリーや卵にもよく合った美味しい味付けになってます。味付けの調味料に最初に片栗粉を入れておくことで全体にとろみがつくので、ほんとこのとろっとろのあんがブロッコリーや卵によく絡んですごく美味しく食べれます。ライスナイス。これね、めっちゃご飯欲しくなる味です。いや、お酒のつまみでもいいけども、なこのままね、ご飯にかけても美味しそうですね。うん、白だしの方にプラス少しとろみがついているので、ご飯と一緒に食べてもすごく美味しく食べれます。で、ほんとひき肉の量は少量で、卵ブロッコリーがメインのレシピではあるんですけど、野菜もたっぷりとれて、まあ、ひき肉卵でボリュームも満点に栄養も満点に美味しく作れるレシピです。うん、はい、ということで今日はボリューム満点、栄養満点、とろたまブロッコリーを作ってみた動画でした。たっぷりのブロッコリーにとろとろの卵がすごく美味しいレシピで、白だしでしっかりと味が決まり、和風のペペロンチーノ味のような感じでご飯との相性も抜群な美味しいレシピになってます。ブロッコリーはまあサラダとかね、ほんとそのままで食べることが多いかと思うんですけど、こうやって炒め物にしてもブロッコリーを美味しくたっぷり食べれるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ、ブロブロー。お米進みすぎ案件